3人の参考人の皆さん、本当に今日はありがとうございます。まず1点目は、春菜参考人のお話しされたことから触発された面もあることを三谷参考人にちょっとお伺いしたいんですが、三谷参考人の最初のお話の中で、行政府と立法府、あるいは上官審査会の間の信頼が前提だというお話、まさにその通りで、我々もそれをどう作っていくかという中でいろいろ苦労してきたわけですが、三谷参考人の最後の方で、秘密の客体ごとに何を、守るべきかとこういうものはもうごったになっているので、ちょっとこう違っていいんじゃないかとこういうような趣旨の話があったと思うんですが、これ非常に我々もそのところを感じておりまして、例えば単なる暗号そのものの暗号そのものっていうのは我々別に知ってもしょうがないわけですよね。あるいはその情報源情報のその人の名前そのものを我々知ってもしょうがないわけですね。ですが、政策決定過程でどういう議論がなされてその結論に至ったのかみたいな話はリアルタイムかどうかは別として少し時間が経ったら検証できてもいいんじゃないかとか、その特定密度の中でもですね、その我々がその知ってもいいんじゃないかってことと知ってもしょうがないんじゃないかってことはかなり違うと思うんです。でそのような中でその行政側からすると、我々上官審査官に対しすら見せるべきでないもの、例えばさっきの情報権情報の人の名前とかですねいうものと、情報監視審査会に対してはリアルタイムかどうかはともかく後では見せてもまあしょうがないかなっていうようなものですとか、あるいは将来的には世の中に対しての公開も含めてまあいいのではないかというようなもの、まあそれは5年だったり30年だったりすると思います。こういったものは結構違うと思うんですね。その秘密の客体ごとにその差をつけていくということが信頼につながるということについて、今私いや推測でものを言ってますが、我々の思い込みでもいけませんので、行政の中におられたまさに我々にすら上官審査官にすら説明したくないものを見ておられた三谷参考人の感触をお聞きしたいと思いますというのが一つ目です。で二つ目はその関係で、先ほど岩谷先生からもありましたけれども、やはり NSC 四大臣会合での議論の内容についてもそういう面があるのかなと思っておりまして、その四大臣会合の中でも特定の入手してしまった情報のそのことの経緯からサードパーティールールが働いて言えない情報もあるかもしれません。ですがいろんな価値判断する上でこういう選択肢がある中でこれ選んだんだみたいなことはもしかしたら説明できるかもしれないんですね。でこういったその NSC4 大臣会合での議論について、我々はどうやって接したらいいのかというのは最大の今課題になっていて、もう少しその中もですね、こう今言ったような形で我々が知るべきものを知る必要のないもの、あるいは、まあ、知らない方がいいものというような考え方もあるんじゃないのかなと思うんですが、これについても三谷参考人に伺いたいと思います。で3つ目はですね、これは三木参考人と春菜参考人もぜひお伺いしたいなと思うんですが、これも先ほど来三木参考人の話と岩谷先生の話の中で出てきている話ですが、特定秘密の指定期間の問題と文書の保存期間の問題と廃棄の問題をもう どう整理していくかという中で、特定秘密の指定期間より前に保存期間が来てしまうことはおかしいのではないかという問題提起が三木参考人からありました。でこれ同時にした場合、文書の保存期間と特定秘密の指定期間が同じ場合ですね、指定期間をになった瞬間廃棄される可能性があるんですね。でそれでいいのかどうか、つまり特定密保護法を作るとき、私も議論参加した一人ですが、なんとなくイメージにあったのは、先ほどの春菜参考人のシークレシーとデモクラシーのバランスでいうと、特定密の指定期間というのがあって、で文書の保存期間はそれよりもうちょっと長くて、で、公開というのはそのうちされるんだろうというようなこう希望的前提みたいなものがあったんですが、実はそうでないことが明らかになってきている中で、その特定密の指定期間が終わった後も文書は捨てちゃいけないんだと、でその後も取っておかなきゃいけないんだと、でそのうちどこかで公開されるんだというのを原則としながら、そうは言ってもねというものもあるというような、この指定期間と保存期間と廃棄そして公開の問題のそのトータル その整理について、先ほどまあ半分以上はお話しいただいているとは思うんですが、特に同時の場合ですね、指定期間が来た瞬間廃棄されると私は思います。でそれでは見れることはできないわけですよね、ということを含めて、これは春菜参考人と三木参考人にお伺いしたいと思います。三谷参考人、
まず私の話の中でその客体の性格というものに着目されてはいかがかという点でございますが、すでに春名参考人も一部触れられております。でこれまさに先生のご指摘の通り、例えば暗号そのものを当審査会で調査ないし審査していただく必要もないし、また誠に申し訳ございませんが、その細部を技術的にチェックする、あるいはその中に何か隠されているというようなことはないと思います。したがってこれはまさに春名参考人のご指摘の通り、暗号であるというその事実をもって特定秘密であるイコールであるということでよろしいかと思います。兵器に関する情報でもかなりな部分は言えると思います。あえて申し上げますが、今回いただいた特定秘密指定管理簿つづりの中で一部兵器に関してはちょっと出しすぎじゃないのっていうものを正直感じました。さらに申し上げれば、この秘密指定管理簿を我が国に対して悪意を持つ国の情報機関のボスが見れば宝の山だと思います。あ、ここに欲しい情報あるんだと、あ、こういう情報あるんだということをかなりな部分割り出すことができると思います。そういう意味では宝の山でございます。しかし一方で繰り返し両参考人からご指摘があります通り、一定の公開はなすべきであります。国民に対して結局そこのバランスの問題になっていこうかと思います。そこで先生に対するお答えですが、やはり各情報項目、あえて項目ごとに真剣な議論を担当行政機関としていただく、そのことによって一定のカテゴリーが生まれてくる。今の暗号のように簡単に結論の出る問題じゃないと思います。また先生方からはヒューミントに関してはかなりなご理解を頂戴していると思います。問題はまさに政策決定過程、あるいは外交交渉の過程ではないかと私感じております。これは正直申し上げて信頼に基づいた監修法を目指していただくしかないんじゃないかと。そこにこうだからこうだという結論は私は安易に求めるべきでもないと思います。特に安全保障会議における議論ということは文字通り神羅万象にわたるはずでございます。地域も時系列もいろいろなことが議論されてしかるべきだと思います。それを一定の基準に当てはめてこうなる場合は公開すべしということにはならないんではないだろうかと今とっさに感じております。長くなりました。以上でございます。それではその次、原先生でいいですか。はい、と思います。参考に先ほどやっぱり私の発言がですね、言葉が足りなかったと思います。廃棄はやはり別に考えるべきだと思いますし、廃棄にあたってのですね、先ほども少し申し上げたんですけれども、やはり内閣府の管理官ですねについては専門家の意見を拝聴してですね、廃棄のことは決定すべきだというふうに思いますし、それの、そういったこのケースと参考になるのは、アメリカの国務省がやっているような公開にあたってですね、現代史の専門家をグループとして集めてですね、議論をして、それで FRUS というフォリン・リレーションズ・オブ・ユナイテッド・ステーツという赤い本をですね出しているんですけども、その本を出すときに何を掲載するかというのを公開して掲載するのかということを決めているわけですね。したがって専門家の、ともかく歴史に関わるような問題は、まさに国民の資産だと思いますし、そういう形で廃棄はまず下げるということと、やはり公開の時もですね、やはりそういう専門家の意見を聞いていただければ、望ましいというふうに思います。ありがとうございます。三木参考人。
指定機関と保存機関と廃棄の問題はいくつかのところに権限少なくとも2つのところともう1つをもともと行政文書を持っている特定秘密を指定しているところといくつかのところに今権限が分かれている状態だと思います。指定については各行政機関が行いますし、それについて審査会等でチェックはされていますけれども、基本的な権限は全部そこに委ねられているわけであります。で、公文書の問題で言いますと、基本的には各行政機関に一義的には全て権限がありますけれども、廃棄の段階についてのみ内閣府の方で、審査ができると協議ができるということで権限が一部移っているということになります。で、その内閣府に独立公文書管理官と公文書管理課と両方ございますけれども、内閣府設置法をこの前確認しましたところ、独立公文書管理官が、公文書の廃棄審査協議ができるというふうには読めないかなという規定になっておりました。ですので、特定秘密を含む行政文書の廃棄については基本的には公文書管理課が特定秘密が含まれているかどうかが分からずに審査をしている可能性が極めて高いのではないかなと思っています。ですので、今の体制で言いますと、先ほど委員がご指摘されたように、保存期間満了とともに廃棄となっても、廃棄審査はされるけれども分からないという状況にはなると思います。で、ここは権限の整理を廃棄の部分についてはしていただくことが今の制度の枠組みを前提にして申し上げますと、大事だというふうに思います。で、あともう一点なんですけれども、保存期間と指定期間を満了させたとともに廃棄をするといったときに、すでにですね、例えば独立公文書管理官のもとには、特定行政文書ファイル等というものが行ってますというお話を先ほどしました。私のレジュメの2ページのですね、上の図のですね、行政文書ファイル管理簿の下から少しこう矢印を伸ばしているんですけども、それを見ていただくと、この行政文書ファイル等には保存期間満了後の措置というものが記載をされていて、保存期間満了後に移管をするのか廃棄をするのかという区分はすでに独立公文書管理官持っております。で、これはもともとファイル管理簿の中に記載をされている事項が、一部取り出されていっているという状態なんですね。ですので、少なくとも審査会で報告を求めていただければ、独立公文書管理官から現在の行政文書ファイルで特定秘密を含むものが保存期間満了後に移管するのが何パーセントとか何件、廃棄に回るのが何件何パーセントかということは、これは分かるはずなんですね。ですので、そこをまずですね、ベースに実際にその廃棄がどれくらいになって、保存期間がどれくらいで、そうなるのかということをまずですね、きちんと数字として把握をしていただくことはとても大事なのではないかなと思いますし、それからあと、この間ですね、特定秘密文書件数と、それから、実際に経年とともに文書の件数が揺れているところがあるということで、今回報告書指摘されておりますけれども、それを見ると、特定秘密文書件数の方には1年未満が含まれている。ただし、ファイルの方は1年未満を含んでいないって、ここもずれています。ですので、少なくとも行政機関側は1年未満の文書があるかないかを把握していると思いますので、1年未満というものがそもそもあるのかどうかということも、少し数字として把握をしていただいて、で、その上でどうやって整理をするかというところで、その先ほどの話に戻りますけれども、特定秘密の指定機関イコール保存機関にまずするということが可能かどうかということを、これはご検討いただくということと、それからあと、移管の廃棄のところできちんと権限を適切なところに与えてですね、大事な文書が簡単に捨てられないという仕組みを、作っていただくと。で、絶対捨ててはいけないというよりも、捨てる必要があるのであれば、それは捨てる必要があるんですということで堂々と捨てればいいと思うんですね。で、問題なのはそうではなくて、気がついたらなくなっていたという状態が一番よくありませんので、そこをどうやってきちんと仕組みとして担保するかということの整理をぜひお願いしたいというふうに思います。